はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということでね、ゲリラガチャでね、また王者の力が来てますので、これを使ってね、昨日というか今月からね、新しく加わった、ユニゾンのね、あれ入ってるよな。ちょっと待って。あ、入ってない。あ、マジか。あ、ちょっと予想と違ったんだけど、そうか。王者の力にはこの新しいね、鴨川猫と入ってないっすね。まあでもね、ちょっと、別に鴨川猫たじゃなくてもね、ユニゾンキャラ欲しいっていうところがあるので、ユニゾン出やすいね、この王者の力ガチャをね、ちょっと追加でというか、先月に続けてね、引いてみようかなと思います。ちょっとね、王者の力こんな早く来るんだったらね、昨日、新キャラ追加された時にね、プラチナムね、引いたの損だったかなとは思ったんですが、まあ、引きましょうか。気を取り直して。一応ね、王者の力ガチャ2回引けるので、2回引いてみようとは思ってるんですが、一応ね、これ剣石返ってくるタイプのガチャなので、もしかしたらね、0.5% で1万を引き当てれば、3回引けるかもしれないという感じですね。じゃあ、引いていきましょう。一発目いきます。さあ、ユニゾンなんか来い。さあ、頼むよ。とりあえず何かあるね。はい、あー、1個だけか。さあ、ここで何が出るか。ほい、あー、そうですか、おやすさんですか。で、帰ってきた剣石も1000ということでね、ちょっと一発目は空振りかな。これ引き直しはさあ、一回無料で引き直しか。これ引き直してみようか。あー、葉っぱになっちゃった。葉っぱはちょっと、え、何、葉っぱになることあるの。同じ排出枠内で引き直しってなってるけど、セコンドってことだよね。あー、そういうことか。ここが出てこっちになっちゃったってことか。ちょっと引き直しも怖いね、そう考えると。マジか、ちょっと1回目思ってたのと違う感じでしたが、まあちょっともう一回行きましょうか。行きましょう。さあ、いや、まさかね、セコンド引き直してね、セコンドの誰かと変わるんだと思ってたんだけど、葉っぱっていう選択肢もあるんだね。ちょっと今のはしくじったわ。さあ、今回も一枠だけ。さあ、ここでユニゾン出てくれ。頼む、ユニゾン来い。ああ、でもアーニーかわさなるのは悪くない。アーニーは確定でいい。オッケーオッケー。アーニーであれば、プラス3、プラス3じゃない、プラス2にね、3枚目だからね、できますね。オッケーオッケー。これはパワーアップできますと、チーム自体もかなり強くなるはず。オッケー、ここはよし。そして、剣玉連携のレベルもね、一つじゃないな、二つ三つ上げれるか。お、200いくじゃん。オッケーオッケー。そうか、王者の印結構出てたのか。上限解放が行えます。上記の報酬獲得できますと。オッケー、これあれじゃない、新しいガチャもしかして解放されたんじゃない、今ので。はい、という感じでね。あ、増えてる、ダイヤモンド、ブラック、この2つね、出てなかったんだよ俺今まで。レベルが200にいってなかったから。あ、こういうのがあるんだね。なるほど、発火発火21,250 って、ちょ、出てきたのはいいけどこんなの引けないよっていう。ブラックで12,750か。ちょっと工場のガチャとしては価格が半端ないね。そうかそうか。
いったね、実践総合力2000万超えましたね。アーニーが重なったおかげだね。さあ、いろいろ受け取れるみたいなので受け取っておきましょう。お、勝者の証、新たに130、4500、強化メダル、葉っぱもたくさん、実践総合力2万突破、これももらえた。オッケーオッケー。さらに王者の、勝者の証ゲットできたおかげでレベルがね、まだ上がりますね。はい、203まで上がりましたと。なるほどね。そうだね、まあ、とりあえず、今回の収穫としてはアーニーのみでしたが、唯一のね星、6チャンピオン剣玉がね順調に育ってくれてることはいいことかなという感じですね。ちなみにね、ちょっとだけショックだったことがあって、前回ね、装備、ちょっと待って、前回ね、ボクサーウェアね、力のやつゲットしたんですが、これ、鬼の方ね、体力がね3倍ぐらいになるし、かなり戦力アップですねとか言ってたんだけど、しいたけイベントで言うと、青木の属性が力なんで即の方が勝てるという衝撃の事態で、今ね一応元通りの相応のボクサーウェアの方を着てるんですが、まあ防御力もね1000ぐらい違うし、体力もね9000と3500ということで、まあ属性相性悪くてもね、力のウェアの方がいいだろうと思ってたんですが、青木のカエル耐えないんだよね、こっちにしちゃうと11ラウンドの。なので、まあ、今ね椎茸イベントぐらいしか回るもんないから、一応普段はね相応のボクサーウェアつけてますが、総合力上げたい時にはねこっちも、いざとなったらつけれますよという状態に、してありますという感じかな。で、あとね、お守りポイントの使い方とかね、前回の動画で分かんなかったんですが、ここでね、素材から選ぶ、ポイントから選ぶ、切り替えられて、ここにね、突っ込めるっていうのがね、後で分かったので、まあ、動画でね、ちょっと言ってみようかなと思ったんですけど、これ結構ね、ファイトマネー使うみたいでね、まさかファイトマネーがね、不足し始めるとは思わなくて、そこでもちょっとびっくりしてるところなんですが、でね、もう一つのね、王者の、心のポイントね、これに関しては、装備に使うことも、ボクサーウェアに使うこともできるし、王者の拳、これに使うこともできるということで、まあ、どこにどれぐらい割り振るかがね、ちょっと迷っているので、まだ使ってませんという感じかな。まあ、お守りのポイントに関しては使っちゃってもいいと思うんだけど、まあ、一応ね、ウェアに使った方が、これね、まあ、10% からね 40% に上げられるので 30% アップで、伸びしろはね実はでかいんだよね、王者の拳より。ただ青木の剣でね、青い方を元のやつ使ってますよって言ったみたいに、他のボクサーウェアね属性変えたい時は下がっちゃうので、こっちつけた方がいいかなという部分もあるんでね。ただこっちは上昇幅がその分少ない、 12% が 27% だから 15% ぐらいしか上げられないので、どっちにどれだけ割り振るかちょっと悩んでますって感じですね。まあお守りポイントの方はお守りにしか使えないんだろうから、これ突っ込んじゃってもいいんだけど、入れちゃおっか。じゃあお守りはちょっと強化しちゃいましょう。はい、これでねもうちょっと、さらに総合力が上がりますね。 8% だったのが 11.6% まで来ましたね。ちょっと待って、あ、こっちで何かあればねもう1レベル上げれるかなと思ったんですが、なかったですと。はい、というわけで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。まあ、アーニー進化できたのがね一番の収穫だったかな今回は。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。